下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、天の大きな神様に立たせ、万物を生かしておられます。賢い生きて、生きているものと死んだものを裁かれます。私は主を神様の中する清い霊に満たされ、神の命に生き、その言葉に従います。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の身代わり、ご主人の命を信じます。アーメン。天に今さまます我らの父よ、願わくは皆を感謝させたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪を許し許したまえ、国と力と輝いては限りなく何時のものではない。アーメン。たとえ人々の無限、天使たちの無限を語ろうとも、愛がなければ私はさらわしいわ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。聖霊様は貧しい人々のために世界とおそばも、心を閉じて我が身の良心を聞くおそばも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、霊を知せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを信じし、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない、予言はされ、威厳はやみ、知識はされよう、信仰と希望とあり、この三つは今まで残る、その中で大きなものは愛である。今日は、ルカに42章、14章、23章、153、新約聖書で853ページですね。その換算253ページの単語ですね。主の番組だよね。14、ね、そこから読みますね。私の偶数の説明の説明を読みますから、皆さんは奇数の説明を読んでくださいね。自己心になったので、イエスは食事の時に疲れた。人たちも一緒だった。はい、次。イエスは言われたら、自分の身を投げてくれた。あなたはどこと身の楽しみを食事をしてくれた。私たちは進めたに狙っていた。言っておくが、神の国で、死に腰がなし止められるまで、私は決してこの死に越しの食事を取ることはない。そしてイエスは高すぎて取り上げ、何者の方法のないのか聞き上げられた。それを疑いがありません。18ね、言っておくが、神の国が来るまで、私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまで。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを先人々に与えて言われた。これはあなた方のために与
私の体である、私の記念としてこの世に起こらなさい。二十、食事を終えてから杯をも同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される、私の血による新しい契約である。しかし主よ、私を裏切る者は私と一緒に手を食卓に置いている。22、人の子は定められた通り去っていく。だが人の子を裏切る者はこうだ。そこで人たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。アメン。アメンということを言うのは難しいことですけどね。まあ一応あの人も言ってますから、アメンでした。さてね、このところからは話をしますけどね、まあこの一番聖書で言えば大切なところですね。まあこの信仰によって変わるんですけれども、まあね、いろんな先生とかもおられましてね、まあ、で誰だとは言いませんけれども、もう死にた時に救われるんだ、ね、だからそんなもう先例やら先産式こんなもん一切不要やそういう極論をする先生もおられるわけ、ね、いやその結局そういう、まあ、日本人好きやな、信仰によって救われるんだから、もう後不要ね。それも教会も大きい、礼拝もでいい、献金なんか全然せえ、賛美をしないで祈りもせえというね、それで私は救われたんだ。もう一切救われたんだから、もう教会の行く人はあれ、もう完成したんだという、そういう、まあ、まあそうも言うことはないけども、極論を言う人がおってですな。あ、これが三権選挙あったね。で、決定なんともあったな、うん、いや、なんつうかな、冗談やったと思われる方、NHK なんかいらん、NHK から国民を守るとかな、ケテの名前、そういうドラマなんだ、新選組、令和新選組って言うのね、なんじゃん、そういう人たちがね、結構議席をね、確保して、得してると。いやまあ、面白いは面白いんだけどね。それから大阪の場合ね、野田福島の辺りはね、なんか何個さんかなんかいうプロムの人が、ここにいる人がね、行こうって言われてますね。なんか面白いなぁと思ったんですけどね。あれ取ったんだって、はめたんだって。ね、そういうふうに言ってたら知りませんけど。まあ、大阪では面白い人が実行してもらえるなと思ってたんですけどね。いつも参議院選挙はそういう、なんていうかな、決定な人まで言うような、笑わせるような、まあ、イベントで選挙を、ね、やってるかって、そういう人たちのお手ですな。いや、本人は極めて真面目なのかもしれんけどね。ぼーっと見たらね、ふざけてるんじゃないかなというような思いのね、人も結構おられますね。まあそれでもね、まあ本人さんはね、
至って真剣であろうと思うんですよ。だってあの参議院選挙全国を、まあ、あの立候補しますとね、供託金というのは払いますからね、全部 かなりお金出すんですよ。それでね、あんまり票取れなかったらね、その供託金が没収されるというね、そういうのところがあるんや、ね、それでね、票とても取れる人はね、もう納めたお金がね、ものすごく高額なんだよな、取られてしまう、ね、だから軽はずみなことでは立候補できないね、そういうところがあってね、ああこれね、自信があるから多分立候補されたんだろうと思うけれどもね、真面目にやれよというねちょっともうさっき僕が出した時の方もね、ちょっと言いたくなるというね、まあまあまあね、ふざけんじゃねえよというねそういう選挙ね、まあね、でまああのなんだ角回しの師匠さんな、あのえらい若い若いってや、それで、あの前はその人、衆議院議員だって、立候補しておられるからな、落ちて当選するんじゃなくて、落ちてばかりだ、な、落選もないや。それで、この、角回しの市長さんにも、ね、立候補されたよな、そしたら、通ってしまった、市長になってしまった。あら、うまいことやったな、という挨拶。ちょっと作戦で今までやったのか、今までね、いや本当に、ね、その、あの、市長さん、この間そこの、あの、町角に立ってね、で、演説というか、ね、しておられましたよ。いや、そばで見るとね、いや、男前のね、青年やっていうね、あのね、魔女だろうね、顔だけで通すやつっていうかな、そういう人もおるかな、うん、なんか不細工なおさんじゃないです、ね、若い人ですね、やっぱ演説とっておられるのか、見た格好はね、なかなかね、将来性があるような若者のような感じするしね、何が栽培してるのか分かりませんけどね。いろいろ不思議なことが起きますけどね。いやこのイエス様が最後にね、最終的には結局十字架につけられてしまうという、この中が起きるわけですよね。それなんでそんなようなことが起きたんだろうか。イエス様がされたことがね、もう初めは一体何をやってるのかっていうことで、みんなそれはあまり注目はしなかったんだろうと思うけれどもね、いやなんかイエス様人気を集めてしまって、多くの人がね、イエス様のなされる、あるいはあの話しされることを聞きに行くようになって、で自分たちのその、なんだ、神殿の、ね、儀式とかにいろんな料理とか、あるいはいろいろ説教するとか、いろいろ、そういうこと、自分たちのやってる習慣に来なくなってしまうという、そうするとね、神殿をね、管理しているというか、神殿長というか、そういう人たちもね、あの男はちょっとおかしいな、最初はおかしいというぐらいは信じてたんだけど、そのうちだんだんね、イエス様の方に全部皆が言ってしまうのでね、なんか妬ましいものになったんだよね。それでイエス様は最後はね、なんか神殿の中で商売をしている人たちがいましたな。それでそういう人たちをね、
やたりをひっくり返したりなんかしてね、それで死んだから出ていけっていうなんかすごいことされるんだね。そうするとね、今までそういう神殿の中で正義の商売を仕事というかやってた人で、それも神殿の管理する人たちの許可を得てね、やってたわけなんだから、そういう権威を無視するようなことをイエスにされた。そういう段階まで来ますとね、いよいよかイエスというか、その見事に捕らえろ、逮捕するという、そしてね、あわよくば十字架につけてしまえということになってしまった。いやいや、それもね、ちょうどね、新越しの祭りというか、その時にイエスが十字架につけられちゃうわけや。で、その前の晩に新越しの食事をするという、まあいわば最後の晩餐ということを、後には言われるようになるんですけれども、これは何を意味するのか。その最後の晩餐という、みんなが食事をする晩を食べて、ぶどうを飲んだ。その代表的な行事、それがそのギシギシ様に聖様がされたね、お弟子さんたちの間にされたね。その最後の食事というものがね、そのままのコースでね、ずっとキリスト教会の中ではね、生産式としてね、残っていることでね、今やりましたでしょ、皆さんの前に配ったでしょ、それね、大体教会がそれをするわけね。で、なんでそれするのかというね、なんか生産式とかなんか、そんなもんせんでもええないかな、大した意味持たない言うて言う人もおってるんですよ、中にはね、個人的には酒を飲んだらあまり色がない、うちのお父さん酒ばっか飲んだ、だからもう酒なんかできるというね、そういう人もおってです。うちのお母さん酒ばっか飲んでた、ね、だから酒飲みなんかできるというね、教会に行ったら酒飲んでた瞬間、なんとおかしい、ね、酒というよりもぶどう酒か、ね、ちょっとおかしいんちゃう、そういうそれをお子さん自ら回すって、何じゃそれはというね、そういうふうに考えて拒否するという、これイエス様の血です、赤いですからイエス様の血ですって言ったってね、まあね、それだって抵抗なんですって言って、わからんでもないけどね、だからイエス様の血だからね、それを飲むというね、するとかえってね、酒ね、酒飲みがね、酒やめられるとか、酒がどうしてもやめられるかと、この生産式のブドウ酒を飲んだ、一杯飲んだ、今まであんな酒飲みがね、もう酒飲み、酒を飲むのけとか、そういうふうな不思議な奇跡が起きるんですよ。単なる儀式と考える人もおってですけどね、でもね、自分は今から運転するよというね、それから運転してる時に酒なんか飲んだらね、お巡りさんに捕まったらね、免許証取れてるやんかって飲まない人も多いって、いやだけどね、生産式でね、ぶどう酒くらいの酒はね、何ぼるもんだってね、
まあ多分お前さんの何の基準には当てはまるんだと思うんだけどね、うん、まあ何でもね考え方がありましてね、断固拒否する理由とはね、そんな大変なことだということで一切受け付けないという人もおってですけどね、その話はするつもりはなかったんですが、ちょっと話していました。まあ、今日のイエス様のこの今日の箇所ですね、その問題の生産式最後の晩餐の場面ですね、もう14時間に使うというその晩にね、これは、このブドウ酒がね、私の血である。これをみんな飲みなさい。これで、それがパンをね、私の体で肉である。今から十字架でつけられて、それを、ね、殺されるわけだから、肉がちょっと切れるというか、ね、想定できる。ねそういうことです。それを表しているんですよね。イエスの話されるわけですね。それをね、本当にね、ちょっと初めのね、冗談であろうと思ったらね、その通りになってしまった。イエス様は十字架につけられて、血流して、ね。で殺されてしまう、うん、そのことは現実に起きた。それでお弟子さんたちはね大変なショックや、ね、私たちの先生、ね、もう救い主として仰いだ先生がねこの世にはおられなくなってしまった。回数回数もね、もう悔やまることもいっぱいあると。それで最後の晩餐がね、あら、実は半分冗談かなって、現実に起きてしまったということでね、お弟子さんたちはそれをこの後世のね、復興印象、4つの復興印象の中でね、書き記すわけですね。まあ、それ以外にコリントとかの何かいろいろ記されていますけどね、これの、ね、意味はもともとね出エジプト記創世の次の書物ですね、創世の次の書というのを見てでしょ、そのちょっと逆に考えてください。創世の後はね、出エジプトとか、十二章かな。いや、あれでも十二章はね、それを一つは、死に越し、死の死に越し。111ページよ。死の死に越し。出エジプトという十二章、ね、その死の吸い越しというのそのちょうどその日にその最後の晩餐をされるという、それでその実際イエス様が殺された翌日か逮捕されて、それで十字架につけられてしまう、血を流された。お弟子さんたちはびっくりする。
저희를 어김하시네. 사랑, 사랑, 시간을 쓰인 것입니다. 그런 실제 일일부터 그냥 아이들 갈 때도 연애심에 가야 되거든요. 고등학교 이제 시험이 없다. 오기로 그러거든요. 이스라엘 민족네, 그런데 히브라이 민족, 히브루 민족이요, 여러 가지입니다. 마다 유다 민족 고생 열입니다. 그런 것도 있지만, 이제부터 돌아가겠다. 이제부터는 집에 노래조 대리 못 가겠다. 그런데. 그때 시절에 많이 복귀가 했다 노래적인 생활도 했다. 설령 선을 쳤더라 민족공안에 가해호사를 감성으로 매달시대사를 하네 가난으로 친구네 이 집이 가래 서울 가난으로 지대 노래가 가해호사를 그럼 긴박해야 하나 그래서 감성아 일부터는 치는데 케이바트 가서 사마다나 케이바트 아들 사임은 케이텍이나 케이바트 하네 전왕 가시구나 내 사이시언을 말했다 그래서 이것도 살을 일부터는 그럼 그니까 소위 살인한 것 같다며 나한테 봤다고 유대인, 헤브라인, 이스라엘의 시대죠 도련의 시대 옷가는데 가용보호시나이 가는데 순환하거나 오기는 없단다 또 심해서 산다 심해서 그것도 되네 당연히 아마 알아 심해서 살다 소위 대명도 고사라다. 그 피네스를 기한 것이네. 그래서 에디부터는 이 어선한 것도 시간을 따르네. 만나는 것이 지나갔다는 거. 유대인의 이해를 보면은 가마에다 하시라네. 가마에다 요거 마시라네. 그걸 하시라. 아까 그 어떻게? 아까 그 시즌이나 치유하는 어떻게? 다, 네. 요 와가로, 그다 유대인은 이해야 나, 네. 아까 지나는 때, 아 그거야, 그래서 그 이유, 이해 할 때, 저 전화하고 그러시죠. 이간 그동안에 신호지가, 여기서 신호지가 또 텐션에, 그런 이유가 그러시고도 지나갔다. 다그 늦대 나이로네 아까 했지만 늦대 아닌 나이로네 그 초남 내가 걸었어 지금 서울 그룹에 야타 연안에 따라 근데 그런 아이가 이래 붙여 아이고네 예지부터는 이기르네 도회조 된 오가르다 히브라이기 유다이기 그래 뭐 가요옷을 예지부터는 지가라 대대했던데 오늘은 어때라 지네 이번 이스라엘 도토고래 소금 매다시대네 에이도가라 니기다섯게 모세마 시도하셨는데네 난가 로고유만이 난가 로고유만이 내가 로고유만이 또한 새로
60万人。この間、清道先生と一緒に、スローが行ったでしょ、新都市で。あれ、60万人ほど反抗したんだけど、サインしたんだけど、ちゃうか、60万人。6000人ぐらい。3000人ぐらい。いくらあるんだろう、60万人も反抗サインするわけだ。いや、清道先生2人に、鶴が入ると言ったこと、行ったんだけど、慣れへんが、行ったんですよ、精神病院にね、精神18キロね。精神18キロで、精神18キロ切符を見ながら、18にならんと、あれ、18、反対の81か。年寄りなんか乗られへんのと、帰らないと思ったら、帰るの精神18キロっていう。それでね、どこまでも行ける。一日乗り放題。ね。死ねと先生と一緒にいたんだよね。で、波死にいたから、鶴川で、そこの、姫路発、新幹線があるやん。それなんか高くて行くね。鶴川ってどんなとこかわかる？裏日本の港町じゃん、裏日本、小さい港ですけどね、昔からある港町じゃん。で、なんだ、そばにパトカーっていうね、海上保安庁の、あれ何ですかね、パトカーって海のパトカーや、なんかあれや、何て言うんだ、港の上だった、停泊して線路を見ました。とにかくそこまで行きましてね、それでその杉原千人千人やったっけ、中根やな、千の尾根ね、中根いわゆる当時の江戸アニアか。今あれへんで、江戸アニア、今ロシアの一部になってるな。あとロシアとポーランドの間に、北海。北海って北の海とかってね、そのところにあったんや。ちょっと小さい国があったんですけどね。そこの副領事館かな、副領事館にして、その人が最後にあったら、エトアニアに住んでるユダヤ人がね、日本に来るわけや、サインを取って、そのサインを取ったのね、官僚やからね、それをね、ハンコってやられて、サインする人はね、役人さんだよ。役人さんっていうのはね、ちょっとね、硬いところがあるね、頭の硬いところがあるんや。それ、日本の政府がね、そんな押したらいかん言うたらね、いや、そんな変えたらいかん言うたら、命令が下った。したら全然せんよ。それ批判したらね、その、ね、そこ、その首になる、首。やめてくれというようなね、になってしまうわけや。だからそういう地位を追われることを非常に恐れた。で、普通の人やったらね、その差異なんかせえへんわけや、だけどね、千鳥さんはね、これでね、ユダヤ人が救われると思ったらね、勝てたわけ。で、なんと6000人も勝てた。それで江戸アニアから日本までね、シベリア鉄道に乗ってね、こう、日本に、シベリア鉄道の終わりにね、ウラジオストック、ウラジオストックで、そんなことどこですか言うたら、
要するにロシアの、ね、港町や日本との、ね、敦賀の間にまっすぐ船が行ったり来たりするね。そのようなところで来れる許可証や、ね、でそれをね、こうサイン一つしてくれることで、いっぱい何人も何千人も救われるわけや。その当時、ユダヤ人ヒトラーによってね、600万人が、当時ね、何百万人という人がね、ガス室に送られたわけや。ユダヤ人は根絶する。もうユダヤ人はこのように言ってはならん。そういうね、この狂信的なね、考えの持ち主がね、ドイツのヒトラーという人がね、ヒトラーと聞いたことあるよ。その人がね、ドイツの総統というになってなったわけや。一番偉い人になったわけや。ちょっと頭がおかしい。ちょっとこれ、ものすごく入ってる。それでそういうユダヤ人たちをね、片っ端からね、収容所に送って、最後はね、労働、強制労働をさして、で、最後はね、ガス室で皆殺しというようなことをね、やったというね、ユダヤ人がもう、その時からもうずっとね、諸悪の根源だ。この世にね、なんで不幸があるか、なんで問題がいっぱい起きるか、それはユダヤ人がおるからね、問題があるな。だからユダヤ人見逃しにしろという命令を下した。そして片っ端からユダヤ人がね、殺された。そんなこと、あったんですか、ほんまですかってね、フランスも多いですけどね、そういうこと実際起きたんですよ。そういうね、ユダヤ人のね、一人でも二人でも、三人でも四人でもね、救われるためにはね、だって六千人も結局的には救われることになるんだから、自分のな地位なんかね、もうどうでもいいやないかなと言って、それをね、人たちが救われるんだったらね、どうぞやってくださいっていうね、ことになって、いっぱい書きまくった、ね、そういう、ある意味で役人さんの中ではね、ちょっと欠点な人やな。役人というのはね、とにかく上の人からね、言われた通りね、きちっと命令を守らんとね、行け、頭落ち込みになってるわけや。ね。トランスをやってしまった。いやね、大阪とね、東京の人、いや関東と関西とかに、だちんとねさんはどこやと名古屋の人や。名古屋って言うたらどっちかというと関西圏やな。いや名古屋の人はね、ちょっと難しいとこあるんだけどね。いやね、日本人はね、どこに行っても同じやろうと思うでしょ。関西の人と関東の人と全然違うよ。もう名古屋っちゅうのはね、おかしなとこやな。微妙なとこあんね。いや、その話ちょっと聞いないけどね。ただ、また面白い話もあるんだけどね。ただ、なんせね、関東の人はね、もう法律、なんか、規則があるよ。きちっと守らないかんという、それを思うわけ。きちっと、規則をきちっと守る。ところがね、関西人は、幅があるわけ。幅を持たせる。同じ法律でもね。
幅がある。幅を持って見返す。それ分かりますか？いや、その話するとね、もう何度でも言うことあんねんけどね。いやいや、その法律をね、きちっと守らない。法律っていうのは、その法律で言ったってね、その読み方で、例えば自衛隊の場合ある、日本は自衛隊、あの軍隊も大会ある。軍隊、禁止。軍隊もそうだ、禁止。だけどね、自衛隊もあるから今。ね、軍隊いう自分の国ぐらいは守るんだから、ええやろういうことで、まあ、認めてしまうわけだけども、本来はね、軍隊持ったらいかんとか、もう本当にその通り持てへんという、そのような解釈をするんだ。だから、幅を持つというか、そんな考え方をすればね、自分の国を守るんだから、ええやろか、よその国なりね、そういうわけじゃないとか。法律があったってね、きちっともうそのまんま読むよりも、まあ、幅を持たせるとね。いやいや、あの、それ、いやみんなね、それね、あのね、私のおじいちゃんね、とか、その近所のおちゃんだったらね、つないでおじいね、幅を持たせて理解しないと。だからね、今そらせえんけどね、マスね、きちっとこう、マスって昔のマスで、マスで一緒なら一緒、一等なら一等、言うとき、何のことや、わからへんのに、きちっとその通りをきちっと測ってね、で、そういうこと言えないから、文字通り、そのきちっと守るというね、それも大体守ったらええねんかという発想がね、関西人はあんまりないわけや。で、関東の人はビターッと守るわけや。そういうような関東の人たちの発想から言うたらね、なんだろうね、もうどこの人やろうが、ハンコやらサインしたらいかーん言うたらね、もう絶対せえわけや。だけどね、この杉原氏。お姉さんはね、片っ端からね、サインしちゃうわけや。そのおかげでね、6000人も救われるって日本に来てね、それで何ね、船でね、ハバロフスクから日本までね、渡った。それで日本の国土、日本の船を見たら、天国のように見えた。それ何回も何回も。ね、乗せたわけで、なぜ6000人も人間がおるかと言われて、それは何回も運んないと思うわ。それから日本にはそのままおるわけがあるので、神戸やら東京まで横浜か、ね、行ったりして、その後外国のアメリカやらに、ね、渡るんですけどね、とにかくそういうきっかけを作ったという。で、そういうね、人がおった。それでね、先生です。大平先生と一緒にね、会食でね、乗っていたわけや。その、なんていうかな、鶴が見たらね、その人根さんの、生まれたとこじゃないよ。人根さんが生まれたところは、名古屋の岐阜かな、岐阜の人なんだけどね、そのユダヤ人たちが日本に渡ってきた港町が、鶴間という、ね、港町。ね、それでそこはその記念館、記念する ちっちゃな家だったね、レンガ作りの。で、その向こうにね、城があった。
するまんの主よ。さあ、そのするまんの主よね、いうのは誰がおたんかーとか、ね、大谷義進や。で、大谷義進って、どんな人だったんですか。関ヶ原の戦いよ。関ヶ原の戦いで。関ヶ原の戦い知らん知らん関ヶ原の戦いも知らない。いや、日本にはね、天下分け目の戦いだよ。関ヶ原の戦い。で、そのぐらい人があるの。うん。それは日本、学校行った忘れるな。そう、その関ヶ原の戦いをね、やり始めたのは、何やんか。石田三成とね、それはその親友だった大谷義進という人や。ね、一人が組んで、日本の中から軍隊を組んでた。それで天下分け目の戦い、戦をするわけだ。それから、ね、どこから天下取るわけやねんね。重要な戦い、日本の国を分ける基本的な戦いをやった人や。うん、そのまま、そのまま、そのままというのは、日本を分けるようなね、大きなことをした人、そのままに、おったんかと、思い出させ、まあ、させてくれましたけどね。まあね、とにかくね、そういう世界の歴史を変えるような、日本の歴史を変えるようなね、戦いをやった人がね、この辺に来たのかな。ね、いやいや、この街道を見たらね、思い出したわ。この街道はね、ちょうどね、2階建てだったね。ここと同じな感じだ、小さな階段ですよ。で、そのユダヤ人を救ったそうね、この小さな記念館があるんだけど、でそれで6000人も救われる、その人はただサインするだけで、救われた。ただサインしなかったら、ね、救われないわけでしょ。そのサインするかしないかで、大きな違いが生まれた。結局そういうふうになったのは、神様がそうさせたんでしょうね。神様がその自分はそのあまり宗教はなかったんだけども、なんか勝つんだということでね、おそらくそういう神様の意味合いがなされたんだと思いますけどね。そういうね、今日の話はね、エジプトをね、出る出エジプトということを出るためにはイエス様の十字架というのが必要だったわけ。羊の血を塗ってる、赤い血を塗ってる。これ家の入り口にね、赤い血が塗ってる。そのことによって、その家ではね、この死の使い、入ってはいかんという、この汚れを感じた、入らない。で、そう塗ってないと。どんどん入っていって、その家のね、ある長男が最初に生まれたもの、勝ち組のが初めて生まれたもの、死の天使がね、殺してしまうことが起きた。だからもうね、エジプト全部がね、非常な悲しみが襲ったわけや。その結果ね、ユダヤ人たちがね、もうエジプトから出れることになったわけ。それ出た人は、60万人か60万とかそういう大体あるよ。60万の人が出ましたって書いてあったのかなかったの。60万だけ60万37歳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 37
そのようになんでそのことをなさるやろうみたいなのか、そのやめたらええなやろかっていう
선배들이 사람이 서로 비행시들이 서로 와다와다 쓰거든요. 알아따면 이해성은 나사렛다 스바라시 저리라고 앙아나이트 이거든요. 알아따면 스티루도 바토르도 예상하다 살다다네 저리간쯤에 신내구가 사탄을 내세웠다고 이유다가 유단계가 나오네. 서로 효조시네 치, 그럼 예산아 남아 살다 치면서 또 이렇게 민낭아 무도시고 너무 그래서 예산아 사가다 칼한다 내서 또 이렇게 황궁으로 민낭아가 다별로 또 이렇게 소리 소쪽이 뒤식 어? 민낭아 술 술도 원성 다이나는 되죠. 네? 나가니나니 뒤식이다 하는 엄마가 샌드메라 그동안 올 때는 됐었거든요. 약탈 선토리 열도 있고 순수도네 알았다는 데 아래가 타이나 또 이거다네 혼돈을 타라더니 민심이로 네 가야되는 것보다는 서로도를 수 얼마에 가야되는 것보다 가야되는 것보다 우라세 또 이거네 나가니 가다 싶어 어울리네 이세 샌데요 그만해 세상신문 그만해 단가셔나 보이군요. 저도 가깝다 그래서 어땠는지 예 만일이 산일이 어따 히트리블라고 봐 어때야 순환시도 안해 혼돈이 생긴 건 와까라 했네 혼돈이 단면 날 정말 어땠어 가깝다 했어 야, 리그트 아닌데? 무슨 소리가 아니야, 리그트 봐야 돼. 간편한 나라야, 그치? 갔다 또 엿따라 해야 돼. 아, 너무 나가네. 씨. 그래. 간단히 상가시나이. 그래, 잔인했다, 야. 그럼 순환을 낳게 되면 갈때 아버지 와봐야 안 말하면 안 오네. 응, 갈때 그렇게 쓰고 있어. 그렇잖아요. 네. 이 시간도 3시간 넘어서, 유튜브에, 엄마에서 나가는 것 때문에, 일순이 났대, 안 돼, 엄마에냐. 네? 이게, 엄마에는 이동안 어때봐라, 와다가네, 추위에서, 서서더니, 무너서 오고는. 네? 또, 장기나 소리시다가 어때? 많이 먹을 거면 해도 엄마에네. 네? 나는 삼시에서 나 삼시 마서 이제 주의사라고 뭐 하루 따도 늘어도 게임이거든요. 나는 나 올 때 있었거든요. 조금만 되네. 나 유스터 유스터였었는데 뭐네 마치네 마음이 이런 거네. 다른 거 사람네 하박가리 마스 때문에 이런 거 사람네. 아이 사람네. ご案内しますよね。今日はセンターに来て、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 今日はセン
それでは研究か、研究の時もございます。研究会社の森本島お願いします。いっぱい使ってもらったら、お願いします。
Thank you.
支配されます。